アドビ h フォトショップはアドビ e が販売しているビットマップ画像編集アプリケーションソフトウェアである。主に写真編集としての役割を担うソフトウェアとして画像加工、イラストレーション、印刷業界などあらゆる画像分野で使用されており、この分野では代表的な存在である。主に写真などの加工に適しており、様々なフィルターや プラグインを追加することによって、機能を拡張することができる。また、イラストレーターやインディスインといった同社の他のソフトとは、シームレスな連携が図られている。二次元コンピュータグラフィックスを代表するソフトでもあり、編集、加工機能や、入稿時のカラーマッチングに優れているフォトショップ、ペンタブレットでの描画機能やナチュラル表現に優れているペインターという位置づけで定着している。 フォトショップの標準画像ファイルフォーマットは PSD 形式であり、レイヤーやパス、印刷情報や著作権情報などを付加して保存できる。また多くの画像フォーマットに対応しており、ビットマップ画像だけでなく、ベクターイメージを扱うこともできる。1987年、当時ミシガン大学の学生であったトーマス・ノールがマッキントッシュプラス向けにグレースケールの画像を扱う。 ソフトウェアを開発した。これに惹かれたインダストリアルライトマジックの画像編集部門の社員であり、トーマスの弟でもある、ジョン・ノールが開発に参加し、イメージプロとして完成させた。後に、これをアップルコンピューターとアドビの社員に見せ、1988年9月にアドビがライセンスと販売権の取得を決定し、1990年に、 最初のバージョンであるフォトショップ1.0が発売された。2013年にフォトショップ1.01のソースコードがコンピュータ歴史博物館に寄贈され公開された。アドビの印刷業界でのノウハウを活かしてその方面の機能強化や機材やソフトの連携を練り込まれたフォトショップはそれまで高価な機材が必要だった作業をパソコン上で安価に実現させデザイナー、 出版業、印刷業などのプロフェッショナル業界に浸透していった。フォトショップを使うためにマッキントッシュを導入するケースも多く、キラーアプリケーションの代名詞的存在であった。バージョン2.5からはマイクロソフト Windows 版も登場し、パソコンの高性能化、低価格化に伴い、そのハードルは低くなり、プロフェッショナルユーザーだけでなく、アマチュアのイラストレーターや、 写真家、画像加工に興味ある一般ユーザーにも浸透し、画像加工、調整を行う上で、デファクトスタンダードとなっている。英語では動詞にもなっており、写真をフォトショップするとは、デジタル写真をフォトショップで加工修正することを言うが、これはアドビのイメージダウンになるので、アドビは、フォトショップという動詞やフォートシャプットという用語は、使用しないようにと、 ガイドラインで呼びかけている。2008年に発売された CS4 から Windows 版には3 2ビット版に加えて新たに6 4ビット版も投入され、これにより使用可能なメモリの量から来る制約が軽減されている。MacOS 10版では Photoshop CS 以来利用してきた API のカーボンが3 2ビットのみであったことから6 4ビットへの移行に時間がかかり、 2010年に発売された CS5 で Cocoa に移行するまで待つこととなった。2019年11月4日に iPad 版がリリースされたが、従来の Photoshop と UI が大きく異なる上、多くの機能がないためにかんばしくない評価を受けている。バージョンの数字の表記は7.0までで、その後は PhotoshopCS という新ブランドネームに改定されている。 バージョン5.5からは、当初別パッケージで供給されていたウェブ用画像を、作成ソフトウェアイミチャールディとセットで販売された。その後バージョン6になって、インターフェースの変更が行われ、同時に、これまで弱いとされていた画像プリントエンジンの強化が行われた。1995年、Windows 95の発売を機に、一般の間にパソコンが、 爆発的に普及してからは CG イラストやデジタル導入試制作に必要不可欠なソフトと認識されるようになった。しかしながら10万円前後という商業利用を想定した価格設定は一個人が趣味のために利用するにはあまりにも高価なものであったことから主にバージョン4から5.5の世代において金銭的に余裕のないものを中心に CD ロムなどに ソフトウェアをコピーし配布するなどの手段による不正使用が横行した。この影響もあり、バージョン6以降からは、Adobe Online Manager を利用したシリアル番号情報の回収による不正使用状況の調査を開始し、その結果をもとに Windows 版では CS1 から MacOS 展板は CS2 から不正使用を防ぐためのアクティベーションが具体的に導入されることとなった。 パーソナルユース向きに機能を限定した廉価版として、フォトショップエレメンツが発売され、各種のデジタルカメラやスキャナ、ペンタブレットなどに付属ソフトウェアとして、同梱されていたり、パッケージとして販売されている。付属ソフトウェア版は、商品版よりも実質的に安く入手できる代わりに、通常商品版よりも一世代前のバージョンのものが、同梱されていることが多い。 通常版との違いは、レイヤー機能の一部に制限があり、トーンカーブパス機能がなく、クマック画像の編集ができない点などがある。画像管理面の機能も付加され、直感的な操作で作業が行えるなど、パーソナルユース向けの性格を強くしている。また、高機能なデジタルカメラの普及に伴い、RAW 現像に特化したソフトウェアとして、Photoshop Lightroom が、 フォトショップファミリーとしてリリースされている。オンラインサービスとして、フラッシュベースの Adobe Photoshop Express がある。利用には、無料のアカウント登録が必要で、用意された 2GB のストレージに、画像や動画をアップロードして、編集、管理できる。また、Facebook、f l i c k r フォ r t b a とパカサなどの外部サービスと連携することもできる。 CS3 から CS6 まで通常版のフォトショップに加え映画制作やエンジニア製造建築医療科学分野を対象に三次元コンピュータグラフィックスや動画ファイルの簡易編集機能が付加されたエクステンディットシリーズも提供されていたなお2013年5月に発売された Adobe Creative Cloud の登場によりパッケージ版の生産が終了し 店頭ではダウンロードカードのみの取り扱いになっている。クレディベクラウドは CS6 か CC のどちらかをダウンロードでき、3ヶ月もしくは12ヶ月の使用期限が切れた場合は、再度カードを購入するか、クレジットカード決済で継続することが可能である。ありがとうございます。